はい、ということで今日は何かっていうとね、久しぶり、まあプチ久しぶりにフジテレビですね。で今日はね、どんな感じかっていうと、フジテレビはですね、あるちょっと大きなイベントをですね、やらなかったんですけれども、やっとけばよかったってね、そういった話とか、あとですね、反社はお前だろって言われてるってね、フジテレビがね、そういった話です。ちょっとまずですね、概要、ニュースの概要やってきます。これはこんな感じです。これがですね、立ち技メガイベント、これね、格闘技のイベントです。格闘技の立ち技メガイベントザマッチ2022で行われた那須川天心対武尊が大きな話題となっている中、本来ならば19日夜この試合を生放送する予定だったのがフジテレビだ。ただこれがですね、直前になって見送りを発表し、代わりに超ド級世界のありえない最強映像2022まあこういった番組があるんですよね。こういった番組を放送したが低視聴率に終わった。世紀の一戦の盛り上がりを受けて、局内からは案の定、やっぱり放送しとけばよかった…と後悔の声が出ていると。ということでね、概要って言うとこんなところなんですよ。これ放送するって言ってイベント急にやめたんですよね。どれぐらい急かって言うとこう書いてあります。衝撃が走ったのは、大会を3週間後に控えた先月31日のことだった。富士は突然主催者側との契約に至らず、フジテレビで放送しないことが決まりましたので、ここにお知らせしますと発表し、予定していた生中継を取りやめた。ってことで、これですね、書いてあった通り、予定してた生中継ってことで、もうですね、放送する時間とかも全部ね、なんか発表済みっていうか、決めて発表してたんですよね。それなのに、こう3週間前にですね、なんか契約に至らず、放送をやめましたって発表があったんですよね。それで、まあすごい、特にですけどね、格闘技ファンとしてはすごいね、ビッグニュースっていうか、びっくりしたんですよね。こんなことあんのかっていうね。で、しかもこれですね、フジテレビっていうのはですね、大会主催者側になんで辞めるかって理由をですね、言ってないし、発表もしてないんですよ。多分これね、本当にこれ、ザマッチ側、これだからイベント側ですけれども、こっちにもね、伝えてないと思うんですよね。なんかこれですね、ちょっと聞いたのが、こういった時ってのはね、こういうだからテレビ局がなんか辞めるとかね、そういう時って、今回に限らず、ちゃんとしたらですね、こういった理由で辞めるっていうのを、これちゃんと伝えなかったりするんだそうですよ、わざと。これがですね、なんでかっていうと、こういった理由で辞めますっていうと、そこを突かれてですね、裁判とかになってややこしくなるんで、逆にですね、なんで辞めるかって言わなかったりするんだそうです。まだ契約もしてないってことね。そういうことね、よくあるそうです。まあ、っていうかね、よくっていうか理由を伝えないことってね、結構定番らしいです。で、世間でですね、今回フジテレビが放送をやめたんですけれども、そのね、やめた理由っていうのをいろいろね、言われるわけですよ。はっきりね、してないんで。で、言われてるのが、ザマッチって今回のね、大会の中心人物、なんかだから、大会委員長かなんかなんですけど、これがね、総合格闘技イベントのライジン。こっちね、多分世間でも有名だと思うんですけど、ここの代表のですね、榊原さんと人いるんですけど、この人がですね、反社と繋がってるんじゃないかってことで、先月ですね、週刊誌で報じられたんですよね。で、これが関係してるんじゃないかって言われてるんですけれども、本人はですね、そんなことはないって否定してて、で、他にもですね、格闘技の団体とかね、イベントを主催してる人とか、あとね、テレビ業界とかに詳しい人とかはどういうふうに言ってるかっていうと、逆にですね、多分ね、反社とかじゃないんじゃないかって意見の方がちょっと多かったですかね。いろいろ見ましたけれども。なんかね、テレビ局としてこれをやるのがね、コスパ的に合わないとか、なんかスポンサーが集めにくいとか、なんか格闘技がね、マイナースポーツなのにどうのこうのとかね、そういった意見を言ってる人の方が多かった感じがします。全員じゃないですけれどもね。あ、例えばですね、これちなみにちょっと違う意見ですけれども、これはね、K-1 を作ってね、まあ、K-1 を作って脱税でバレて刑務所に行った石井館長いるじゃないですか。あの人が言ってるのがこういうふうに言ってます。石井館長の場合は、石井氏は今月1日フジテレビが見送ると発表したことについて自身のツイッターに持論を投稿。放送見送りの理由について、もちろん放映権料などの問題ではない、その話の調整はとっくに済んでるはずであると推測。で、富士社内の今回の騒動に対する、だからさっきやったですね、榊原さんの反社報道に関する問題ですね、これに関してコンプライアンス基準の問題だろうし、他のスポンサーへの配慮もあり、社内の経営陣の移動と変更も影響があると見解を述べているってことで、まあ、石井館長的な反社の問題だろうって言ってるんですよね。ただこれですね、さっきも言ったように、他の格闘技団体をやってたりとか、イベントを主催してる人たちってのはですね、反社が問題じゃないって言ってる人は2名ぐらいいましたね。バリバリ有名な人ですけれどもね。とにかくね、まあ、それぐらいちょっとわからないことなんですよね、本当に。で、今回ですね、こういったことが起きて、一番かわいそうだったのが、これ本当かわいそうだなと思ったのが、このですね、今回のね、格闘技イベント、ザマッチ。だからですね、タケルと天心が戦ったやつですけれども、あれがですね、フジテレビで放送する予定だったわけですよ。で、さっきも言ったように、放送の予定時間まで決まってたと。で、それがなくなったので、こういうふうに書いてあります。ぽっかりと空いた枠で、19日午後8時から放送した超ド級なんとかかんとかは、世帯平均視聴率 6.3% と、同時間帯の NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人や、ポツンと一軒家、テレビ朝日系、世界の果てまで行ってきよう日本テレビ系の半分ほどしか視聴率が取れなかったってことで、他の局の半分ぐらいしか視聴率取れなかったと。で、逆にですね、これ、フジテレビで放送できなかった、このね、ザマッチですけれども、これがね、どうなったかっていうと、一方、ザマッチ2022は、大会当日、インターネット放送アベマのペーパービューの値段は5500円と高額だったにもかかわらず、売り上げ50万件以上と、格闘技の歴史に残る数字を残した。
これですね、どのぐらいすごいことかっていうと、今回のイベントね、チケットの売り上げもすごかったですけど、トータルするとこんな感じなんですよ。これね、石井館長がツイートしてるんですけど、こうあります。チケットの売り上げ20億円。わかりますこれ。チケットの売り上げってことは、東京ドームでやったんですけれどもね、東京ドームに会場に来てる人、その人たちだけで売り上げがですね、20億円いったってことなんですよ。そして、それとは別にですね、アベマ TV に流した有料放送のペーパービューですけれども、これがね、50万件売れて、結局これがですね、トータル25億円になると。で、スポンサー5億円入って、全部合計で50億円の売り上げを上げたってことなんですよ。一つの格闘技イベントで。これはね、観客の数が5万9000人入ってたと。だから、5万9000人かける何万円とかなんですよ。だから、一番安いのは多分ね、1万5000ぐらいだったんですから。だからね、今回ね、この、東京ドームに来た人っていうのは最低1万5000円。で、最高が1人ですよ。1人。300万円払ってるんですよね。本当に。それで全部で20億円だったと。で、ペーパービューが25億円で50億円いってる。あ、スポンサー合わせて50億円いってるっていうね。だからこれっていうのはですね、格闘技のイベントだけじゃなくて、すべてのイベントで一番売り上げた、ね、そういったイベントじゃなかったかなと思うんですよ。まあ、それぐらい成功したと言えるわけなんですよ。で、それだけですね、大成功して注目されたイベントなんですけれども、それをね、放送しなかったのがフジテレビなわけですけれども、これがね、まあ、結果論もあるんだろうけれども、こうあります。予定通りフジが生放送していれば、高視聴率を記録してたのは間違いない。あまりの惨状に、フジ局内から恨み節が出るのも無理はない。で、関係者の声としてこういうことを言ってます。これね、フジテレビ関係者らしいですけれども、いろいろとややこしい事情があったのは分かっています。ただ、日本格闘技の集大成のような一戦であり、頑張って問題をクリアして、何としてでも放送したかったというのが本音。局内でも同様の意見が複数出ている。世紀の一戦と言われた試合が、これだけ盛り上がったことを考えると、一体どれだけの視聴率を取っていたのか、見てみたかった。ってあるんですよね。これね、まあ本当にそう思うんですけれども、しかもこれね、フジテレビでこれ放送したらですね、視聴率だけじゃなくて、結構ね、イメージも逆にアップしたんじゃないかなと思うんですよね。あと今回ですね、これ、放送しなかったことが一大事件として、すごいニュースになったわけですよ。だから、今回の件でですね、放送しなかったので、なんかね、プラスにならなかったんじゃなくて、マイナスになったと思うんですよ。なんか、僕ね、フジテレビのイメージっていうと、これで悪くなったと思ってるんですよ。だから、プラスにならなかったんじゃなくて、むしろ悪くなったかなと思っていて、で、これですね、さっきあったように、反社の件だって、だから何とかすればよかった、ややこしい事情があったけれどもね、何とかすればよかったってありましたけれども、その通りで、反社の件だってね、ザマッチの代表の人は疑われてたわけですけれども、これね、榊原さんって人ですけれども、この人ね、自分が外されてもいいんで、それでもいいからテレビ放送してくれってね、いろいろ交渉したらしいんですけど、それでもね、ダメだったって言ってるんですけれども、なんかね、これ外してやってもよかったと思うんですよね。結局ね、これ放送しなかった理由が反社だったらですよ。そしたら結局ですね、国民とか視聴者からいろいろ言われるからやめたわけじゃないですか、一応大事を取ってね。でもこれですね、今回ね、この代表の榊原さんとかをね、反社とつながりの報道があったんで、一応外しましたって言ったら、そしたらこれですね、なんかまあ、それでね、一応言い訳になったんじゃないかと思うんですよね。だからちょっとですね、今回ね、放送しなくて、逆にマイナスにイメージがね、悪くなったと僕は思ってるんですけども、ちょっとね、こういった空気をね、読み間違ったんじゃないかと僕はちょっと思っちゃうんですよね。そしてですね、このトースポの記事なんですけれども、フジテレビについてですね、さらにこんなことも書いてありました。これがですね、最近のフジは、とにかく混迷を極めている。4月にスタートしたバラエティ番組、呼び出し先生田中は、めちゃめちゃイケてる、過去18年終了の人気コーナー、抜き打ちテストとそっくりだとして大炎上。芸人からも厳しい声が上がる事態となっている上、視聴率も振るわないため、早くも打ち切りが囁かれているっていう感じで、これですね、何でしたっけ？呼び出し先生田中ってあるんですけど、これね、こんな感じこれ。だからね、アンガールズの田中なんですよ。だからね、これね、アンガールズの田中がなぜかですね、こう、飛び火というかね、被害を受けるって感じなんですよね、今回。ちょっとこれかわいそうだなっていうね。で、この記事はですね、これ、番組だけじゃなくて、フジテレビ自身にも触れていて、そんなですね、空気を読み間違えたじゃないかっていうね、フジテレビですけれども、こうあります。フジでは、6月末の株主総会と取締役会をもって、前世紀のバラエティ番組で名を馳せた、港浩一氏が新社長に就任する。ここ10年で、実に5度目の社長交代となる。これすごいですよね。10年で5人変わってるってことですか？ 2 年に1人ですか？で、やることなすこと裏目に出る藤田が、新社長のもとで、負のオーラを払拭できるのか。っていうふうにですね、書いてね、記事は終わってるんですけれども。でもですね、これね、実は今回ですね、今あった、新社長になるからですね、むしろね、今回逆にね、このザマッチ、やめろって指示が出たってね、そういうのも言われてるんですよ。逆にだからやめたってのにね。なんでかというとですね、新社長は交代したばっかで、もしこれね、反社と繋がってる格闘技イベントを放送したってことになったらね、まあ、一応、不祥事になるじゃないですか。それで逆にですね、やめたってことになってるんですけれども、まあ一応ね、一説としてですよ、そういうの言われてるぐらいですからね。あとですね、ちょっと面白かったのが、これね、5月の末、5月31日だったかな、そのぐらいにこれ放送をね、やめるっていうね、そういったニュース出たんですけれども、面白かったのはですね、その時も結構ゴタゴタにニュースあったんですよ。どんなのがね、あったかっていうと、これですね、
フジテレビが急にですね、3週間前になってザマッチを放送取りやめってことで、その時もちろんですね、格闘技ファンからすごい非難が出たんですよ。フジテレビ最悪みたいなね。で、そう言ってたらですよ、そのね、もうね、なんか翌日か2日後ぐらいに事件が起きたんですよ。何かっていうと、これ知ってる人もいると思うんですけれども、フジテレビの社員がですね、大麻で逮捕ってニュース出たんですよ。それで、なんかね、怒ってた格闘技ファンからは、全然ね、フジテレビ、全然お前も反社みたいなもんじゃないかっていうね、そういう皮肉がすごい続出したってね、なんかちょっと面白くないですか？なんかそういった皮肉が続出したっていうね。あれちょっと笑いましたね。あとですね、今回の件でついでに言っておきたいのが、今回ですね、フジテレビが放送を取りやめになった時に、他のテレビ局でできないのかって声もちょっとあったんですよ。でもそれはですね、テレビに詳しい人ほどないって言ってたんですよ。なんでかっていうと、テレビって本当にこれね、めちゃくちゃ横並びの対応するね、そういった業界なんだそうです。だからですね、フジテレビが辞めると判断したもの、他のテレビ局がですね、やることはないっていうふうにそういうふうに言ってましたね。でもこれね、逆にですね、それがやりやすい場合もあって、どっかの社員がですよ、どっかのテレビ局の社員が、これやりましょうって言って、で、それ大丈夫なのかって話があった時にですね、いや、他の局でもこういったことやってましたからっていうと、全然ね、じゃあ OK ってなるね。そういったですね、業界なんだそうです。またですね、そんなね、横並びのテレビ業界だからか、今回ね、ザマッチがね、すごい話題になって、まあ、スポーツ新聞とかいっぱいね、ネットニュースとかにもなってたんですけれども、なんとこれがですね、やっぱこれテレビのね、ニュースとか、スポーツ番組とかでは、ほとんど扱いがなかったそうです。ほとんどっていうか、触れたのが1番組だけだったそうです。だからこれがですね、格闘技がマイナースポーツだからなのか、テレビがね、横並びだからなのかっていうね、そんな感じです。はい、ということで、以上です。で、こっからですね、ちょっと終わりに僕は喋りたいからね、雑談的に僕は喋っていくんですけれども、もうここから見なくていいですよ。何喋りたいかっていうと、一応僕はですね、格闘技ファンなんですよ。で、今回ちょっと思ったのがですね、ザマッチ、売上が50億円入ったわけじゃないですか。もちろんこれ売上だからね、利益とは違うんですけれども、でもこれね、ちょっとでも多くですね、選手に言ってくれればいいなとちょっと個人的に思ってます。で、あとですね、これ、よくね、僕思うんですけれども、これね、今回、ライジンのトップの榊原さんが、今回、一夜明けて記者会見でこう言ってたんですよ。今回ですね、ザマッチ、大成功したわけですから、めちゃくちゃ成功したと。で、こういうふうに言ってたんですよ。サッカーよりも野球よりも、やっぱり格闘技はどんなメジャースポーツよりも、エネルギーがある。世間と勝負できる。これは世界では証明されてるんです。メイウェザーもそうです。パッキャオもそうです。コナー・マクレガーだってそう。ペーパービューの記録を持ってるのは、すべて格闘技って言ってるんですよ。でもね、僕はちょっと思うのが、よく思うことあるんですよ、これ。何思うかっていうと、例えばですね、プロ野球選手とか思うわけですよ。何かっていうと、プロ野球選手ってね、別に二軍の人とかでもね、基本っていうか絶対だと思うんですけど、フルタイムじゃないですか。それしかやってないと。だから、それだけやって、まあ、月々ね、食べれる給料もらえるわけじゃないですか。そして、それがすごい人数いるわけでしょ。僕ちょっと野球とか詳しくないですけれども、12球団あるわけじゃないですか。そして1球団にね、数十人とか、100人いるのかな ?100 人多分僕知らないですけど、いないかなと思って。でもね、100人近くいるかもしれないですよね。だから、そのね、100人弱かける12球団の選手がフルタイムでやってるわけじゃないですか。食べれてると。でもね、格闘技の選手っていうとね、フルタイムの人なんてほとんどいないわけじゃないですか。1% もいないわけじゃないですか。だからね、ちょっと僕ね、格闘技ファンとしてはですね、なんかこれがね、どうにかならないのかなって思っちゃうんですよ。ほんとよく考えちゃいます。プロ野球、あんだけの選手がフルタイムで、まあね、少なくともその現役してる時は生きれてるわけですよね。でも格闘技って言うとみんなね、アルバイトとかね、本業他にしながらやってるわけですから、格闘技をね。なんかだからね、もっとね、どうやったらこれ格闘技がね、もっと儲かるようになるのかなって思ったりするんですよね。まあ、だから、マイナースポーツだからってね、そうなんでしょうけど、じゃあどうやったらね、それね、なんか変えていけるのかっていうね。まあ最近は結構格闘技ね、格闘技選手も YouTube とかやってね、少しは他に収益が入ってきたりね、してるんでしょうけれども、あとですね、さらに言いたいのが、今回のザマッチ、これの成功でですね、今までちょっとね、海外と比べて日本では弱かったペーパービューがですね、これが根付くんじゃないか、勢いがついたんじゃないかって言われてるんですけれども、でもね、僕はね、結構聞くのが、海外のね、格闘技イベント、これがですね、UFC 以外はほとんど、ほぼ全て赤字だって言われてるんですよね。あと、例えば他にもですね、世界でも一番ぐらい有名な総合格闘技のジムの ATT ですけれども、これもね、赤字だったって言われてたりとか、まあ、今も赤字って言われてるんですよ。だからね、そうに聞くとですね、なんかね、ペーパービュー行けばいいんだって言うけれども、なんか UFC 以外全部赤字っていうわけで、じゃあどこを目指してね、なんか成功に行ったらいいんだって思っちゃうんですよね。どうすれば儲かるようになるかっていうね。それもちょっとね、ついでに言っておきたかったです。はい。ということで、ちょっとですね、なんか思い入れが強くて、いろいろちょっと雑談もしちゃいましたけれども、今日はですね、こういったフジテレビ、ザマッチ放送できなくて、社内でも悔しがってる人がいるってね、そういった動画でした。はい。こんなところでございます。